ほどの試合で、はい、井上京子、長谷川早紀江選手が、勝ちまして得点10となりました、はい、ということはですね、この試合でもし青コーナー、トヨタ、高子組が勝って、10点獲得になると3チーム同率で三つどもえの戦いでしょう、ラウンドっていうか ね、 そうですね、なるわけですが、まあ、この試合で全てはそんなに決まるってことなんですが、はい、さあ、トヨタがトップロープをワンクッションを置いてボディアタック。さあ、場外でアザが、まあ、ちょっといつ見ても美しいですよね。そうですね。さあ、トヨタまでもアピールして、ちょっとこれもヒップドロップはドロップキックだったんでしょうか。さあ、レジーの背後から高子が飛んだ。さあ、カウントは2。意外なところで、決め技はなんか早めに使ってきたなと、ね、短期決戦を狙ってるんでしょうか、青コーナーは。そうですね、この試合で勝ったとしてもやっと同率ですから。そうですね、うん、この試合は2試合やるというつもりで臨んでるんで、まあ、2試合やらなければ決勝にならないっていうことで、はいはい、さあ、高子から青コーナー、トヨタ 7m を進みます。さあ、ストンピング、レジーの右足へストンピングです。さあ、レジーをロープへ振って、さあ、フロントキック、顎へ炸裂。今のはちょっと珍しいんじゃないですか、ね、なるほど。多分レジーベント選手があまりにも大きいんで、はい、なんかドロップキックの連発のタイミングがあんま合わないとかね、そういうことかもしれないです、そこを考えて、なるほど。さあ、そしてスイッチが早いです。アコーナー、トヨタマナミから井上貴子へと変わっております。スリーパーホールド、トヨタ選手と来ると、はい、井上貴子まで割とトヨタ選手の世話しない感じが映るっていうか、はいはい、トヨタっぽいスピードになっちゃうのかなというような感じがします。三田さん、下田さんは、この青コーナー、トヨタ井上貴子と戦ってどういった印象を持ちでしょうか。結構貴子は、はい、なんていうんですか、こうやって憎たらしいことやるじゃないですか、でそれはもう予測してたことなんですけど、はい、トヨタも一緒になってやるんですよ。それに対してちょっとカチンときたかなみたいな、三田選手の方はいかがでしょうか、はい、そうですね、でも高子は最近本当になんか自分の色っていうか、なんかもうこれが井上高子だっていうのがちゃんとありますよね、でそれをなんて言うんですか、憎たらしくうちらに対してやってくるみたいな、はい、それで自分たちもそれに対して燃えられるみたいな。なるほど。だから高子と試合するとやっぱいつもよりもより一層憎たらしくしたくなるような感じになりますけど、はいはい、それがいい意味で試合へ、試合が面白くなるように持っていくわけですね。そうなればいいんですけど。さあ、そしてリング上はレジーからアジャコングへと変わっております。アジャコング対井上貴子であります。さあ、このアジャ選手、やはりこれだけの体ですから、一つ一つの技が重いのもあるんですけど、それだけじゃなくてスピードもなかなかあるんじゃないですか。スピードありますよ、この選手、はい、ただ大きいだけの選手じゃないですよね。でもこういうタッグリーグで、はい、アジアレジー組というようなチームが、はい、なんか一番点数が多かったっていうのは結構意外といえば意外。なるほど。他にいつもタッグ組んでる人とかね、はい、たくさんいるのに、やっぱりどうなんでしょう、大型だったのかなっていうような、はい、やはり個々の実力がかなりのものがありますからね。どうなんでしょう、このタッグリーグでやはりアジャ選手だけが外国人選手と組んでるわけですが、その辺のコミュニケーションの取り方なんていうのはタッグリーグではかなりの、レジー・ベネット外国人選手っていうよりも、ええ、ここにいるレスラーって、ええ、全日本女子のレスラーなんで慣れきってますか、うん、だからレジー・ベネットの方が日本語をデリカしなくちゃいけないっていうシチュエーションなんで。あ、そうですか、ええ、野球選手と一緒じゃないですか。はい、なるほど。さあ、逆水平のチョップを打ってまいります。さあ、ロープ際、そして地獄突きですか、これは。さあ、アジャが高子を引きずって自分コーナーへと、そしてレジーへと変わりました。さあ、ボディスラム、なんか反りが見られそう。さあ、これは強烈です。反りが空中でエビ反りましたね。あの体重でしょ。そうです、これは強烈です。飛ぶ時は飛ぶかなっていうような。さあ、滞空時間の長い、さあ、ブレンドスター、笑っちゃいけないですけど、なんか納得いきますね。一つ一つの技に納得させるもん何か思ってますね。
やっぱり体が大きいから、はい、破壊力がありそうなんですか、ね、一応何をやっても。さあコーナーポスト振ってボディアタック、そして逆水平ですか。さあロープへ振ってレジー、次は何を出してくるのか。さあフロントキックから高子が体を入れ替えて、そしてトリスパーのキックです。さあ満を持して飛び出したトヨタであります。さあロープ振って、あっとボディアタックが効かない。これはかなり無謀な作戦でしょうか。あすごい、片腕一本で返されてきました。あすごい、ギロチンドロップ、いやすごい、ギロチンドロップだけでもすごい面白いですね。大きいとね、ギロチンというより何なんでしょうね、切れ味じゃなくてとにかく重さがある。そうですね。さあそしてアジャが、これは強烈、カウンターで飛び込んだだけにかなりのダメージをトヨタへ与えた模様です。アジャのパワーボム、そして大きく抱え上げて、これも耐える時間の長いブレンバスター。さあカウンターは、さあブリッジで跳ね返します。おそらく、はい、今年この94年はね、ええ、アジャーコングというレスラーが、はい、割とみんなによく理解された1年だったんじゃないかなという気がします。なるほど、やっぱり実力よりも、はい、実力よりも低い評価を受けたというか、ええ、どちらかというと実力面の方が、はい、うん、なんていうのか、実力が評価されてても人気面ではいまいちね、はいはい、アジャコングが理解されなかったってことがありますけども、はいはい、今年は割とシングルで大一番、ね、大場所いっぱい取ったんで、はい、うん、アジャコングはみんなに理解された1年だったんじゃないかなと思います、はい、しかしですね、そのアジャ選手なんですが、先ほどインタビューしたところで今年1年振り返ってあまり良くなかったと言ってるんですけど、それはどういう関係があるんでしょうか。まあ、割と自分に厳しい方なんじゃないですか。なるほど、はい、それを払拭するためにも何としてもこのリーグ戦は優勝をもぎ取りたいですよね。アジャコング選手のタッグっていうのをどういうふうに考えているかっていうのもありますけどね。あ、そうですか、やっぱりシングルプレイヤーでチャンピオンですから、さあリング上ではレジーがトヨタを捕まえております。さあ肩逆襟固めとキャメルクラッチの複合技でしょうか。翔太選手、このレジー選手のパワーといったものはどういうものなんでしょうかね。まあ、すごい一言ですね。そうですか、全部何でも技の失敗でも何でももう、はい、体でもうカバーしちゃうっていうか、ね、うん、もうもっと強引に持っていくっていうところがあるんで、はい、うん、三田選手は日本人レスラーの中でも大柄の方ですけど、いや、レジーには初めてよ。そうですか、大柄っつうのいいですね、可愛くて、っていうか、もう一番大きいと思ってたんですけどね。そうですね、レジーのパワーに負けないような、ええ、そうですね、いいあれで、でも負けてないでしょ。まあ、そんなに、うん、負けてますね。そういうことにしておきましょう。さあトヨタがトップロックからミサイルキック、レジへ放ってまいりました。さあリング中央で捕まっております。さあ髪の毛を引っ張って、これはネックブリーカーじゃなくてただ髪の毛ですね。え、これで投げるんじゃないですか。なるほど、この大きいレジを投げるんでしょうか。あっと金を1本で投げました。これは強烈です。さあそして今こう前振りが長かったのに1回しか投げないから。そうですね、うん、さあコーナーへ押し付けておいてのラリアット。さあここでアジャへとタッチです。さあアジャが高くロープ振って、いや体を入れ替えて投げるとなりました。バカ野郎という感じになりました。投げ切ったって感じがしました。ええフルッと言われましょう。さあここでもこれ一本背負いの格好なんでしょうか。ちょっとアンムドラッグっていう感じじゃないですか。はい、さあダメだ、両足を取って返すことができるんでしょうか。ここも一つの疑問ですね。今はなんか高く弱いって感じが、なんかそうです、観客の立場で言えばね、あいつ弱いんじゃないっていうな。しかしトヨタが稼い入れて、あしかし下半身の力で返していきました。あじゃあさあ高子をロープで振って、この後が怖い。いやしかしあとこれは、あ高子がよく見てました。そしてトヨタがトップロックから、あとここで高子が稼い、うん、コーナーへ戻ろうか戻ろうかいかっていうところですね。さあ2人がかりで
2人とも潰してまいりました。アジャです。さあボディスラムをエルボードロップとかですか、何ですか、はい、さあここでレジーも止めに入った。ボディープレスは返されました。さあそしてコーナーへ振っておいて、さあ裏剣は空振り、ジャーマンスープレスホールド、カウンター2、惜しくも2。10分経過、10分経過、テペスパー、何が飛んでるか、トップロープ、あっとこれは空を切った、着地したところへレジが待ってた、ラリアット、そしてサンドイッチで何を狙うのか、さあ、あっとこれはサンドイッチのボディアタック、これは強烈です。さあギロチンはかわされました。しかしカカコ、さっきのサンドイッチ効いてなかったような、そういった素早い返し方でしたね。スタミナがあるんでね、いろいろじゃないですか。なるほど。そしてレジーはセカンドロープから、あっ、何を狙ったんでしょう、喉落としでしょうか、新しくの喉落としでカウントは2、惜しくも返してまいりました。さあレジーです。下田選手と三田選手ね、こういう風なやっぱり流れになってきたら一瞬でフォール、ダメージとかそういうのじゃなくて、やっぱりタッグマッチですから一瞬でホールを奪うという流れになってきちゃいますよね。特に大きいからみんなね、うん、相手が、なるほど、相手が大きいとやはり、そんなにじっくりじっくりできる試合っていう感じじゃないんで、自分が動いてもやっぱり倍以上疲れるっていうのが大きい選手だと、大きい選手も動くのすごい疲れると思うんですけど。さあ、カウントは